フラットコーテッドレトリーバーはイングランド原産のレトリーバー犬種である。19世紀半ばにカナダからイギリスに輸入されたセントジョンズウォータードッグ等とイギリスのセター犬種を掛け合わせて作られた。1859年に初めてドッグショーに登場した。当初はセッターから受け継いだ波打つ紐を持っており、ウェービーコーテッドレトリーバーと呼ばれた。 そもそも当時はレトリーバーをカーリー、ウェイビー、スムースの3種に分類していた。ウェイビーコーテッドレトリーバーは当時人気のあったカーリーコーテッドレトリーバーよりもさらに大人しく加えたいものに歯型がつかないようにするための技術をより高度に習得できるところから高い人気を得た。その後、1900年頃にかけてより平滑で体に沿う紐や より身軽さを求めて品種改良が進められ、フラットコーテットと呼ばれるようになった。その過程では、スコッチコリーやセターとの交配が行われた。第一次世界大戦頃まで人気があったが、ラブラドールレトリーバーやゴールデンレトリーバーの登場により人気を奪われ、第二次世界大戦末期までに頭数が激減し、ほとんど絶滅した。その後、愛好家によって犬種が保存され、 頭数を回復して今日に至る。現在では世界的に人気のある犬種で多くがペットとして飼育されている。日本でも一定の人気のある犬種で毎年多くの国内登録が行われている。2009年度の国内登録頭数順位は136位中37位であった。レバー色の毛色をしたフラットコーテッドレトリーバー対抗は オスが59から 61.5cm、メスが 56.559cm、体重はオス 2736kg、メス 2532kg を犬種標準とする大型犬である。ボディは他のレトリーバーよりは細身である。胸は深く、背は短めだが強固である。腰は筋肉がよく発達している。尾は短く、やや垂れて優雅に保持し、 世上に掲げることはない。前肢はまっすぐで長く、後肢は筋肉に富む。頭部は長めで、平らな頭頂部を持つ。耳は小さめの垂れ耳で、目はアーモンド型で、暗褐色かは芝、紅色の瞳色である。鼻はかなり大きい。顎は長く強い。紐は注意の長さで光沢があり、豊富である。フラットで寝ているのを理想とするが、 わずかにウェーブがかかっているのは許される。犬がフルコートに当たっている時期は、フロント、胸、前肢の後ろ、大体、尾の下側は厚く、ふさふさしている。耳にも厚い毛がある。犬種標準では、毛色はブラックかレバー色に限られる。非常に陽気で、有効的であり、子供や他の犬と遊ぶことを好む。作業意欲が高く、協調性も高いため、 家庭犬やドッグスポーツに向く。ただし、運動量が多く、はしゃぎやすい。しつけの飲み込みもとても早く賢いが、子犬は3歳になるまでやんちゃなため初心者は手を焼くこともある。泳ぐことが得意で、セターの血を引くところから、嗅覚も優れている。ソフトマウスの技術は遊びながら身につけていくもので、主人と川や野原でキャッチボールをしながら習得する。 ソフトマウス習得用に使用するボールは特殊な形状をしており、無数のトゲが月がグりの形状に類似したボールを使用する。これを強く加えると口内に傷が生じ痛むため、次第にものをそっと加えるように覚えていくのである。遺伝的にかかりやすい病気は股関節、形成不全症である。ありがとうございます。